皆さんこんにちは、瀬田からです。今日は一人で寂しく作業をしていきます。玄関を入ってすぐの部屋、この洋室、おそらくね、増築のこの部屋、床を解体してコンクリートで土間にしようと思っています。もともとの家、そして玄関側の壁には、基礎がね、立ち上がっていて、そこに土台をかけて家を増築した感じです。両脇の壁は、使い石で土台を支えていたので現状スカスカです。このスカスカなところはコンクリートブロックで塞いでいこうと思っています。今回はこのコンクリートブロックを乗せるための下地、型枠を作ってコンクリートを流し込んでいこうと思います。初めてのコンクリート。東京都内、夫婦と猫1匹の賃貸暮らし、新たなライフスタイルを求めて、海や山、自然を感じる場所、都心から車で約1時間くらいの場所、築51年の中古物件を購入しました。2拠点生活、セカンドハウスという理想のライフスタイルを実現するために、休日を使って DIY、 フルリノベーションしています。このチャンネルは夫婦2人が理想の家を作る物語です。ということで、前回コンクリートブロックをはめるための下地、コンクリートを流すために土台の下を掘っていきましたよね。レベルを出してコンクリートを流し込むために型枠を作ります。型枠用に家から卓球台、卓球台として使っていたパネコートを持ってきました。パネコートはコンクリート用の型枠用の素材です。本来の使い方をしていくということですね。瀬田からんちでは卓球熱が冷めたので、これを使っていきます。型枠を作る前に、前回外せなかった使い石とコンクリートブロック、発力を持ってきたので、まずはこいつらを発って解体していきます。そうボットントイレの中はすでにね、満室でした。なんかね、こう庭で固まる土を施工している時に勢いで買ってしまった発力電動ハンマー、久々の出番です。これね、音がね、すごいんです。あとね、振動ね、結構周りに響くので、あまり使いたくないですよね。ご近所の方、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。この工具自体それなりに重いんです。振動もね、すごくて、しっかり両手で支えないとダメです。しかもね、今回発る場所が真上から叩けないため、斜め横から電動ハンマーを両腕でしっかり押さえ、下半身でしっかり体を固定させます。この作業かなりしんどいです。握力が奪われ、足元は生まれたての小鹿のようになります。取れた。重い。腰痛。それでは早速型枠を作っていきます。コンクリートの厚みは最低でも10センチは必要ということなので、10センチ幅でパネコートをカットしていきます。はい、型枠こんな感じですかね。倒れ止めと、膨張とかね、しないように、一応3箇所たるきで押さえてます。でも多少こう歪んだりしても、下地のベースなんで特に問題はないと思います。あとこのね、土台からここのクリア、高さ、コンクリートブロックの高さが190ミリ、モルタルの接着面で、10ミリで200ぐらい、取っていこうと思います。
で、まあ、あと下採石打って、まあ、そのレベルを調整して、あとこの水平もちょっと見ながらやっていこうと思います。まあ、採石ね、こう下に置いて多少転圧とかしたいんですけど、ちょっとねやり方とか、まあ、あんまりねスペースがないんでできないと思うんですけど、まあ、やれる範囲でやっていこうと思います。ちょっとねやっていきます。はい、型枠が、一応できました。まあ、こんな感じです。中もね、採石詰まってます。で、大きいやつは、まあ、地面とかに置いてある柄を入れて、まあ、細かい隙間は、買ってきた採石で埋めて、まあ、軽く転圧。ちょっとね、なかなか踏んだりとかハンマーで叩くぐらいしかできなかったんですけど、まあ、叩いてます。で、あとはまあ、レベルもしっかり見えるかな、見えないかな、水平も取ってます。で、高さもこの土台から、だいたい200のところで押さえてます。まあ、こんな感じでこの反対側もやっていこうと思います。準備ができたんで、コンクリートを流し込んでいきたいと思います。まあ、おまじない代わりにメッシュちょっと切ってみました。これ途中で入れたいと思います。で、砂と砂利とセメント、でこれ配合がコンクリート砂が3袋、砂利が3袋、セメントが25キロ、これ25キロ、なんで、これ一つ使うのにこれが3袋、砂も3袋必要ということです。なるほど。なんかね、配合はね、いろいろとあるらしいんですけど、とりあえず初めてなので、この書いてある通りにやっていきたいと思います。で、船がねちっちゃいんで、とりあえず半分ぐらいかな。砂利半分、砂半分。で、セメントが6分の1入れて、水入れて混ぜていこうと思います。腰が痛い。
somewhere out in Fiji before you see me in a sweater, busy buying business. I got no business with you bums. Flipping, flexing, fitness, stacking digits, is you dumb? Told ya I ain't tripping, got it handled like a briefcase. Cheapskate, looking like the winner of the sweepstakes, babe. I'm a cheapskate, looking like the winner of the sweepstakes, babe. This for my queens with the ass and the melanin. やばい、全然だな。半分やってこれか。こんだけしかいかない。ということで、初めてのコンクリートをやっています。まずは配合ですよね。まあ、セメント25キロに対して砂60キロ、砂利60キロで混ぜていきます。まあ、袋に書いてあった配合の通りにやっていきます。まあ、初心者なんでね、まあ、コンクリートの配合の割合は人によって違うみたいです。まあ、配合の仕方によって、まあ、強度だったり見た目だったり変わってくるようです。まあ、学生時代に聞いた話、まあ、安藤忠雄の建築の話を思い出しました。まあ、あと手練りのコンクリート、まあ、大変だということはなんとなく知っていました。まあ、見たり聞いたりしていた程度ですけども、まあ、でもね、実際に自分でやってみないと、まあ、どれくらい大変なのかわからないじゃないですか。まあ、今回は自分の経験として、まあ、コンクリートの手練り、まあ、混ぜ合わせるのがどれくらい大変なのか、まあ、体感で知っておきたかったんです。まあ、あとこれくらいのスペースに、まあ、どれくらいのコンクリート、まあ、セメント、砂、砂利が必要なのか、まあ、自分の中で経験として欲しかったんです。DIY は初めてやる作業が多いです。まあ、やる前からまあできないとか大変とか決めつけないのがセタカラルール。まあ、とにかくやってみる。これがね、楽しいんです。で、実際にやってみた感想は本当に大変でした。まあ、砂と砂利、まあ、水がね、混ざると一気に重くなります。まあ、シャベルでね、混ぜていたんですけど、きついですね。まあ、もう少しね、大きめの船。まあ、コンクリートを混ぜる器大きい方がね、やりやすそうな感じがしました。でもね、大きいやつをね、買ってしまうと、まあ、使わないときね、邪魔なんですよね。まあ、ここが DIY あるあるですよね。まあ、そして苦労してこねたコンクリート、いざね、流し込むと少なって思いました。まあ、量がね、減った。混ぜると密度が濃くなって、なんか量が少なくなるイメージ。あとね、何回繰り返せばいいんだろう。もうね、腕とね、腰の限界がもう近いです。まあ、コンクリートの手練りの大変さ、身に染みてます。コンクリートを型枠に流し込み、まあ、左官小手で縦に使ってこう刺すような感じで、まあ、空洞ができないようにコンクリートを詰めて、まあ、小手で慣らしていきます。まあ、ここで使ったコンクリートの量は砂40キロ、砂利40キロ、セメントが約 16.5 キロ、思っていた以上に必要でした。仕上がりはこんな感じ。まあ、反対側も同様にやっていきます。あと砂と砂利が一袋ずつ。ちょっとね、あとこんだけあるんで足んないかもしれないです。あともう一袋ずつあればなんとかなったと思うんですけど、とりあえずちょっとこの足りないかもしれないですけど、これだけでちょっとやっていきます。ということで反対側もやっていくのですが、まあ、砂と砂利がね、おそらく足りません。今の僕の状態はね、かなり疲れています。最初のはつり作業でかなりね、体力奪われているので、まあ、コンクリート多分ね、足りないと分かっていても、まあ、ひょっとしたら、まあ、ワンチャン、まあ、可能性として足りるかもしれない。そのね、小さな望みにかけてやっていきます。まあ疲れてますからね。もういいや、みたいな。まあ、今回やってみてコンクリートの手練り、大変さがね、分かりました。床をコンクリートで土間打ち。一気にね、やるのは難しいので、まあ、4分の1とか6分の1とかに床を分けて打っていけばね、いけるかなと思っていたんですが、手練りだと無理だということが分かりました。うちの奥さんだと力が足りなくて、まあ、手練りのコンクリートね、厳しいと思うんですよね。まあ、コメントでもミキサー車を呼んでとありましたがね、まあ、正直いきなり広い面積を慣らしていく自信があまりありません。まあ、あと家の近くにミキサー車を止める場所がないので、まあ、家の前は軽自動車がギリなんです。
まあ、仮にねミキサー車を呼んだとしても家からねちょっと離れたところに止めてもらって、まあ、運搬用の一輪車、まあ、通称猫車、猫ね、まあ、こういうやつ、まあ、少なくてもね2台はないといけないと思うんですけど、まあ、一応ね家にはね大きめの猫があるんですけど、まあ、基本的にはねゴロンと寝ていてチュールをもらう時だけ、まあ、賢く甘えてくる、まあ、そんなね猫しかないんですよね、まあ、役に立つかどうかわからないんですけど、まあ、できるとしたらね猫散歩ぐらいだと思うんです。戦力外、まあ、手練りは無理だと思うので電動コンクリートミキサーを見つけました。まあ、3万円くらいで買えるものがあるのでこれを使って土間打ち、まあ、4分割、まあ、4回に分けてやればねなんとかできるかなと今は思っています。話は作業に戻ります。まあ、やっぱりねコンクリート足らず、まあ、このままだとね中途半端すぎるので、まあ、急いで車に乗ってホームセンターへ。ホームセンターに行く途中に町の小さな金物屋さんを見つけたので、まあ、砂と砂利はねなかったんですけど、まあ、インスタントモルタルが売っていたので、まあ、足りない部分はモルタルでやっていくことにしました。まあ、足りないところはボットントイレの脇のところで下地がもうすでにねコンクリートが打ってあるところなのでこれでね多分いけると思います。もうすでにね時間的にも遅い時間帯になってますからね。ということでなんとか作業が終わりました。結構ねいい時間です。疲れましたね本当に。まあ、次回はこの隙間にコンクリートブロックをはめていく作業です。ここのね隙間が埋まると、まあ、空間自体もね閉まって部屋らしくなってくると思います。まあ、今回の作業ね結構大変でしたけど楽しかったです。まあ、やればねやるほど楽しいです。まあ、次の日筋肉痛がね結構やばかったですけど、ということで終わりたいと思います。お疲れ様でした。この動画が面白ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。次回もまた見てくださいね。バイバイ。